怪しい方に入れればいいですか。俗に言うロラって、ロラスもしなくてもいい、うん、そうですけどね。ああ現場の人に、いやーどっちとも言えるからな、全体が見える方がやるかっていう。青オレンジ、青オレンジシュッ、たたたたよ、楽しくいたいよ、たた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 たん？ゲインさん、あ、またまたゲインさん死んでる。あれこれ企画あの枠しましたね今多分ね。あ、そう言ってくれる？あ、よかった。プテアスさんだわ。そしたらね、ロアエンジンで、ロアエンジンでゲインさんが死んでて、でそこを通り過ぎるあのプテアスさんを見てて、ワンチャンプテアスさんを通り過ぎた後誰かがキルして上に行ったのかなって可能性を考えてたんだけど、プテアスさんがすぐに私のことをそう疑ってくるんだったら、うん、あのプテアスさんだと思います。いや、僕は殺すとこ見てないんだけど、僕の近くに、ゲンさんが走っていて、で、ピカクロスさんが、その近くにいて、で、僕はこう上に抜けていこうとしたときに光ったから、ピカクロスさんかなと思ってる。開幕の動きをちょっとお話しさせてもらうと、私がね、そのまますぐにストレージに乗りまして、エレクトリカルに入るんですね。エレクトリカルに入るときにゲンさんも一緒にいて、私はエレクトリカルの奥でゲンさんと私一緒に助け合ったんですよ。で、私がタスクを終わらせたタイミングではゲンさんがいなくなっていて、あ、ゲンさんリアクターに行ったのかなと思って、そのまま追っかけたら、リアクターがなり、ね、リアクターが治ってプテアスさんが来て、私がそのまま行ったらゲンさんの死体があったって形なんで、で、プテアスさんがすぐに私のことを疑ってくるってところから考えても、プテアスさんしかないです。じゃあ、ローラーで。俗に言うローラーと、ローラーで。ちょっと待って、プテアスさんに1個質問。ベントの開閉を見たりしましたか、ローラーで。え、してない。はい、OK です。あるうーん。てか、プテアスさんが、要は死体から離れながらレポート光ったっていうのがおかしくないですか。いや、僕はどういうルート上に行ったんでしょ、ローラーから。の最中に光ってピカクロスさんがレポートって不自然じゃないですか。死体から離れてるのにピカクロスさんはセルフレポートしたってことですか。いや、僕は前にいたから、僕は前にいたから、でその後ろにいて、うん、まあ、そこまで意識して見てなかったのね。いや、ピカさん開幕どういうルート取りました。ね、先端とほぼ同じルート取った。怪しい方に入れればいいですか。俗に言うロラって、ロラスもしなくてもいい、うん、そうですけどね。ああ、ちょっと待って、まあ、プテハスさんの方がピカクロスさんまで出てない。もう早いよ。相方も入れてるんじゃないですか。喋れる。手動で。手動で。あ、ミュートお願いします。死んでる人。プテアさんミュートお願いします。プテさんミュートお願いします。あ、それぞれ議論が聞こえない。OK です。はい、確認したいのが、センターさん、さっきプテアさんがほぼ同じルートを通ったってお話をしてたんで、センターさんどういうルートを取りました？僕、アドミニストレージロワーリアクターです。あ、じゃあ、そのルートでプテアスさんが通っていったってことか。いや、見てないです、僕、プテアスさん。センターさんの前とかには誰がいたんですか？青とオレンジが。うん、じゃあ青とオレンジ無理か。うん、順番的には青、オレンジ、まあ、どっちもいいんですけど、青、オレンジ、赤のセンターさん、プテハシさん、ゲンさん、ピカクロさんっていう順番ですよね。じゃあ。ってなったら、もう、はい。あ、ごめんなさい、失礼しました。まずローラーでも構いませんってのが1点目で、もう1点目に、プテアスさんの主張が、プテアスさんがロアエンジンから上に抜けてるときに後ろでリポートが光ったらピカさんがやっていたって話だと思うんですよ、うんうんうん、その場合ってインポスターの視点から考えると、おそらく順番プテアスさんの主張だとプテハシ、ゲン、ピカクロスの順番のなんですよね、うん、
そしたら前走るプテアスさんがおそらく見えるはずなんですよ、その距離感だったら。だからその状況下で原さんを殺すっていうメリットがピカクロスにそんなにないんです。まあ、リアクター鳴ってる最中にローアできるしてっていうのもなんかそれ、うん、自然ですね。まあ、それもそうなんですけど、さっきも言ったんですけど、プテハスさんが、死体から離れてるのにピカクロスさんがレポートしてるっていうのがおかしくて、プテハスさんが例えば戻ってこういうくるそぶりをしたから仕方なく押したとか、そのピカクロスさんがインポスターだったとした時の狙いが全く見えないですよね。まあ普通はごまかそうとするというかね、そうローラーになるしね、こういう、うん、ですか。一応ピカクロスさんは警戒で、うん、近づかないみたいな感じで、近づいたら釣るみたいな感じで、ソーシャルディスタンスお願いします。いいと思うけどな。そのシチュエーションでピカさんがやったってなるのもちょっと尊敬すぎるよな。ここまあ次いいな。水色、黄緑、死ぬかな。水色、黄緑、オレンジ、黄色、死ぬと。ピカクロスさんがナビゲーションで行くんやな。僕最終目撃かもしれないです。わかんないですけど、あのナビですれ違いました。入れ違いになりました。直近だと思いますよ。僕も O2 で見ましたよ。ピカクロスさんは。え、その後ですか、ね？12秒前ぐらいかな。その後だと思います。その直前。その後、そうそう。それでナビ入って僕すれ違ってそのまま下回ってます。絶対不可能な人とかいますか？あ、青、サントスさん、サントスさん無理ですね。あ、青、水色、黄緑はもう無理です。弾いてもらって大丈夫。はい、左にいます。黒のレプチンは先端さんとカフェですれ違った後、右手 O2 見て、で、ナビゲーションは入らずに、今もうストレージのもエレクトリカルの近くにいます。うん、レプチンさん僕見ましたっけ？誰ですか？僕、オレンジツンです。いや、見てないです、見てないです、見てないです。見てないっすよね。はい。あれ ?O2? 先端さんとはすれ違ったんですけどね。レプチンさん合ってないな。僕も右回りですけど。トゥーさんは最終どこですか？最終はどこや、これは。ストレージですか、ね、ストレージのどこですか？僕、左にいますけど。エレクトリカルの前あたりだと思います。一緒に。ごめんなさい。エレクトリカルらへんかもしれない。ああ。うん、そうっす。俺より先に抜けてるってことですか？いや、そうじゃないですかね。トゥンさん見なかったけど。ローラーでいいんじゃないですか。藤宮さんは？僕はコミュニケーションサボタージが鳴ってる時にエレクトリカルにいて、そこから、セキュリティのとかメットベイ確認して、うん、で、カフェ入ったあたりでリアクター鳴ったんで、下へ上がってそうだなと思って、うん、ウェポンナビって言ってました。ローラーしましょう。ローラーもします。誰をですか？そこを片っ端から怪しい人。レプチンさん、レプチンさん、トゥーンさん、で、藤宮さん、僕の順でいいんじゃないですか。じゃあ、アードさん、3人そか白角出てるのか。あ、さて、どうだろう。あら、これ。あら。終わるしょ。これ終わっちゃう？これもしかして。一発目から正解を当
てちゃったパターン。あれ早っ。よろしく、早い。無理無理。無理無理。これもう無理よ。諦めてたんじゃないですか、これ。でも無理だな。泣いたでしょ、多分僕が死んだ時は。何やってんのって言って。いや、そうですよね。バレちゃった。バレちゃった。なんかせめてローラーにと思ったけど、うん、これもう無理だと思ってもう速攻切りました。びっくりした、バレちゃったな。ゲンさんさっきまでいたのに前歩いただけでゲンさんの死体が現れたんでちょっとびっくりしましたね。最初死ぬと全く思わなくて。いやなんか先端にはギリ目に入ってないくらいなのかなと思って、うん、まあでも運ですよね。あれはもう後ろから入ってなかったな。いやでもあれピカプロさんの後ろが来てなかったから強いから、うん、普通に悪くない気だと思いますよ、うん、私は、うん、そうそう、だから運がね、ベントに入ればよかった。ベントに攻めた結果ですよね、うん、ピカプロさんが強すぎるな。いやまあえでもピカプロさん僕絶対さ僕に疑われるとか思って先言っちゃったよ。いやワンチャンないのかなっては一瞬考えましたね。だって分かりやすすぎるからそんなバカなって思っちゃったんで、うんうん、大胆でしたね。大胆でした。まあ多分プテハさん目線だと多分ピカクロが急に目の前に現れたって感覚だったと思うんで、うーわもう完全になんか交通事故に近しいって感じでしたね、うん、リスクね背負わないと勝てないから。そうなんですよね、さっきみたいにタスクがやばくて後半きつくなるから、うん、そう結構足踏みしてるとあっという間にみんなタスク終わってフリーな人がセキュリティ見たりアドミ見たりでどん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 フリーになるんで、うんうん、あれバレロの覚悟でガンガン攻められたんです。よかった、あんまり攻められなくて。なんかいつもね、センターとか僕にキル我慢できないんだって言うから。今回も我慢できてないじゃん。いや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 、だからそうまた言われんのかなって思った。でも攻めないとなって言ってくれるから優しい世界だなと思う。僕のメンタルにはだいぶダメージきましたけど。いや、すいません。相方1を犠牲に残り8の優しさを得ました。